晴天に恵まれ絶好のコンディションとなりました。実況は私西岡明彦、解説席にはボランチ専門講座を執筆された福西崇さんをお迎えしました。冷静なシュートではありましたが、逆にキーパーはどうしてしまったんでしょうか。ここでホイッスル、チームは初戦。